こんばんは、ミヤチャンネルでございます。今日はですね、この間行ってきました東京オートサロンとは全く別で、オートサロンの前にアップしていた動画にですね、YouTube でも、お友達になってくださってます、マサヤンさんからですね、いわゆる手ブレ補正付きのレンズじゃなく手ブレ補正がない、レンズでの五軸手ブレ補正はどんな感じっていうご質問が来てました。それと、夜ですね、夜どんな感じで映りますかっていうのを、聞かれていたので、ちょっと検証をしていくの来るのにですね、前回と同じ場所ではあるんですけれども、函館駅前のイルミネーション夜、撮ってきました。でレンズは、いわゆるデュアル IS ではなく、今もつけてますけども、15mm の、ルミックスの F1.7、これはレンズに、手ブレ補正がついていないので、手ブレ補正をオンにしてもボディ内の五軸のみということになります。それで、ですね、開放 F1.7 で、歩き動画を撮ってきました。ISO は、400かな、ちょっと切ってみましたので、まずは手ブレなし、手ブレ補正あり、そして電子手ブレ補正と、この3つの動画、まずはご覧いただきたいなと思います。どうぞ。
しょうか。うん、やっぱりね、手ブレ補正がオフの時はね、揺れ揺れですけども、ご軸、いわゆるボディ内のご軸だけでもあんなにね手ブレが抑えられると。でちょっとね道路もツルツルだったので、まあ一応ね軽くちょっと腰を落として、まあ完璧でもないんですけど、ちょっとジンバルウォークを意識したんですが、こうツルってなってこう滑ってあってなってたんで、たまにこうなってる時に画角がこうなったりするのはご了承ください。それとやっぱり前にもやってましたけども、電子手ブレ補正がクロップされてね、ちょっとちっちゃくなるんですけれども、さらに、ご軸の手ブレ補正でブレを、補正して、さらにそのセンサーの内側でこう電子的にね、補正するモード、だいぶあれだとね見てても酔わないんじゃないかなと思うぐらい補正されてました。で、夜だったん でイルミネーションもついたり消えたりするので、消えた時はだいぶ暗いので、暗いかなと思うんですけども、ついた時はね時々白飛びするぐらい、やっぱり開放の F1.7 で撮っていたので、結構明るく撮れるんじゃないかなと思います。はい、で F が F じゃない ISO400 だったので、もうちょっと暗いとことかは ISO を800とかにするともっと綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。1600とか3200とかでも意外と綺麗に撮れたりするので、まあよく見るとね、まあ、ノイズは出るので ISO 感は低い方がいいんですけれども、まあ前回のオートサロンの、動画のやつはマニュアルじゃなく、絞り優先で撮ってて、ISO 感度が3200とかまでいってる動画もあったんですけども、まあ見れなくないなと思ったので、まあ使える範囲なんじゃないかなと思って、なんかざっくり見てました。なのでどうでしょうかという感じで、夜もなかなか撮れますし、ボディ内のご軸だけでもだいぶ揺れを防ぐことができていると感じました。はい、で、あと、ついでになんですけれども、G8 で、スチル写真も撮ってきてみたので、ざっくりですけども、スチル写真の方も、ご覧ください。どうぞ。こちらもいかがだったでしょうか。僕が持ってるスチールカメラは D7000 なので、2010年に発売された、もう年が明けてしまったのでもう7年前になる1600万の APS-C なんで、もう全然ね限界超えちゃって、もう何撮ってももう ISO100 で撮ってもノイズが目立つというね、残念さ加減になってね、そろそろもう買いたいな、ニコンさんどうしちゃったのかな、今年100周年なのにと思いながら待ってはいるんですけれども、 G8 がまあ同じ1600万画素なのにローパスレスで、まあ去年出たばっかりということで、センサーサイズはちっちゃいにしろびっくりするぐらい綺麗に撮れて本当に驚いてます。最後の方の、写真はですね ISO400 ぐらいだったかな、 ISO、うん、そうですね、なのにあれはしゃがんだまま手持ちで撮ってます。さすがご軸手ブレ補正です。よく見るとちょっとブレてるんですけど、それはあれです、僕がもう手かじかんでもう寒さで感覚が全然麻痺しちゃってるんで、脇締めてもないしもうこうプルプルなってましたもう寒くて、帰ってきました、帰ってきたばっかりなんでまだ寒くてちょっと手がかじかんでてこうちょっと動かないんですけれども、それでも全然使えるカメラだなと、スチールも動画もいけるなと。なので本当にね旅行にちょっと持っていくたりスナップと動画両方やりたいなって思うときは、もうこの G8 1台あれば動画もスチルも両方いけるっていう万能カメラじゃないかなってちょっと思って、もうすごいなと思って本当に帰ってきました。はい、旅行にねこんな重たい APS のこれを持っていくくらいなら、こんなに古い APS を持っていくくらいなら新しいフォーサーズ、マイクロフォーサーズの方が全然綺麗です。はい、センサーサイズとかで悩んでる方は
も古い、やっぱりねカメラは最近家電に近いので古いよりも新しい方が全然ね性能がいいので、写真もびっくりするぐらい綺麗で、これで次のどっか旅行のスナップはもうルミックスの G8 1台でいいなと思いながら帰ってまいりました。はい、というわけで今日はですね、夜の、動画の写りと、五軸手ブレ補正、レンズに手ブレが補正が入っていないというレンズを使って、デュアルじゃない本当に純粋にボディ内の五軸だけの、手ブレ検証と、あとは、スチール写真の、写りを撮ってきてみました。こんな感じになっていますので参考までに、見て、検討してみてはいかがかなと。検討しているぐらいならもう買ってしまってもいいんじゃないかなと思うんですけども、ライバル機のね OMD とかすごいのがいっぱいあるので、まあやっぱり悩みますよね。もう僕は初代のルミックス G1 から買っていたので、次もマイクロフォーサーズ動画機はルミックスだなと思っていたので、OMD とかはねちょっと置いといて G8 にしたんですけども、個人的にはもうすごく大満足で使っております。僕的にはものすごいおすすめのカメラの1台だと思います。GH5 の噂も出てますけれども、きっと僕には全然持て余してしまうので、 G8 でもまだ全然持て余しているので、これをねもっと頑張って極めて練習していきたいなと思っております。今日はこんな検証動画でございました。それではみやちゃんでございました。それでは。